は東京手仕事店の川原マリアの東京コーデということでトークショーをさせていただきます。川原マリアと申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、本来であれば、コロナ対策を万全にした上で20名のお客様を、お招きして、トークショーをさせていただく予定でございましたが、昨今のコロナの対策等々の、おかみのご指導を受けまして、今回は無観客でのライブ配信とさせていただくことになりました。この度はご迷惑をおかけした皆様には大変申し訳なく思っておりますが、たくさんの方に、こうやって、楽しくねご参加いただけるということで、よければ皆さんぜひ楽しんでいっていただきたいと思います。他のスタッフ様もいらっしゃいますので大変恐縮ですが、私もマスクの方着用をさせて今後させていただきますのでよろしくお願いいたします。この後ですね、東京都の中小企業振興公社の野口様から、一度ご挨拶を賜りたいと思いますので交代させていただきます。ありがとうございます。はい、ではこれから失礼いたします。これからのイベントですね、川マリアさんトークショーを始める前に少しお時間いただきましてお詫びとちょっとご紹介をさせていただきます。今マリアさんからもお話しいただきましたが、今日のイベントを楽しみにしていた皆様、急な、ね、中止ということで大変申し訳なく思っております。このライブ配信で、皆様に少しでもマリアさんのお話身近に感じていただければなと思いますので、今日は十分楽しんでいただくとともに、なるべく近い距離感じられるように、何かご意見とかご質問とかあったらどんどんコメントさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。でちょっと最初に少し宣伝させていただきますが、こちら の東京手仕事店最初の方のご案内させていただきます。私たち東京都中小企業振興公社は東京都の改革団体ということで、伝統工芸品などの産業振興を手伝いさせていただいている支援機関となります。今回の、手仕事店というのはどんなものかといいますと、東京都には41の伝統工芸品があります。例えば地域特性的なところで言いますと、八丈島にあります喜八丈、あとは、村山大島紬といったもの、八王子の方にあるんですけど、あとは玉織といったような織物から、全国的にも有名なところで言いますと江戸切子、東京組紐といったもので馴染みのあるものもあるかと思いますが、こういった伝統工芸品の普及促進をしております。具体的に言いますと、もう昔ながらの伝統工芸品を今の生活様式にも合った形で皆様に知っていただきたい、使っていただきたいということで、こういうイベントを開催しています。特に、今回はですね、こちらの場所、青山スクエア様の方の場所をお借りしまして、1ヶ月間ということで8月6日までイベントをやっております。今日のお話を聞いてまたコロナが落ち着いたらぜひ売り場の方にもお越しいただいて、ぜひですね商品の方を見ていただければと思いますが、今日はまずその魅力を知っていただきたいということでお話をさせていただきます。では先にちょっとお話前後しますが、本来今日こちらにお越しいただきましたらお土産を差し上げる予定でおりました、商品の方をちょっとご説明させていただきます。はい、こちらですね、こちらはですね中原純一さん、日本の、有名な画家でもありまして、またファッションデザイナーでもある方なんですが、娘12ヶ月ということで失礼いたしました。12ヶ月 の娘さんたちの絵を彩ったデザイン画があるんですが、これをですね高橋工房さんという木版画 の職人さんの方でですね、全て版画に起こしていただいたオリジナルがございます。今日はこちらの方のお話も後ほどされると思うんですが、この中からもですね、ちょっと可愛らしい、こちらは9月の女の子とかですね、全部式でいろんな、ちょっと4枚セレクトさせていただいたポチ袋の方をご用意しています。こちらの方は、今日お越しになれなかった皆様には、後ほど郵送でお手元に届くようにさせていただきたいと思いますが、ぜひお手元に届きましたらご覧になっていただければと思います。
ただちょっと申し訳ございません。木版画で今回原画を起こしておりますが、こちらのポチ袋の方は木版画ではちょっとないんですが、印刷となりますけど、そちらをご了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。あとイベントの方なんですが、8月6日まで開催しておりますが、この後の予定ですね、少し皆様にも伝統工芸品の、体験ですとか実際の、実演などを皆さんに見ていただこうということで、今後の予定を少しご案内いたします。来週火曜日7月28日ですね、こちらになりますが、こちらは、椅子張りの技術を使いましてミニコッション作りというものが体験できます。あとはその後水曜日上に乗りますが、こちらのじょうろですね、こちらの方はですね、実際に、缶とかをお持ちいただきますと、職人さんの方でこういった、可愛らしいじょうろを作ってくださいますので、もしよろしければ、すいません、ありがとうございます、ちょっと缶をお持ちいただいてご参加いただければと思います。で最後はですね、7月30日こちら組紐体験ということで、じっくり2時間かけてですね、組紐の方を作る方を体験できることができます。いずれも時間と作業に時間とございますので、場合によってはですね、ご希望の皆さん全員がご参加いただけないこともございますが、ご了承いただければと思います。もしご時間ご興味あれば、こちらのご体験いただければと思います。ではちょっと長々とちょっとお見送りいたしまして大変失礼いたしましたが、これからですね、川原マリアさん東京コーデということでイベントの特集を始めさせていただきます。じゃあマリアさん、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、皆様ここからはフランクに参りたいと思います。今回ですね、ご来場いただく予定で、ご参加いただけずに配信をご覧になってくださっている方いらっしゃいましたら、ぜひ、コメントで、関連予定だったものですとコメントいただきまして、何かご質問等ございましたら気軽に、ご記入いただきまして、できる限りお答えさせていただきたいなというふうに思いますし、そうじゃない方もぜひ何でもいいのでコメントしていただけると嬉しいです私とスタッフの皆様で頑張っておりますので、ぜひコメントください。ではですね、早速始めさせていただきますが、まず先にですね、今日のね、ざっとした流れだけ先にね、どんなことをするのかだけお伝えしておきたいと思います。まずですね、一番最初はテーマにもなっております通り、私が提案する東京コーデということで、着物を使いながら、こちらに、今開催中の伝統工芸品を交えながら、コーディネートさせていただいたものや商品のご紹介をまず一つさせていただきたいと思います。でその中で、商品で特にご紹介させてあげたものがたくさんあるので、全部できるといいなと思いながら、そちらの方もさせていただきたいと思います。そして3つ目は、今回ですね、先ほど中原純一先生のポチ袋、今日お土産でお持ち帰りにいただく予定でございましたが、そちらのですね、高橋工房さんのそちらの方に、原画といいますか版画のものがございますので、こちらの解説をですね、実際に高橋工房の、高橋幸子様に、少し私の方から、ご質問をさせていただいて、皆さんもきっと聞きたいと思うんです本当に住んでらっしゃる職人さんのお話を聞けるということもなかなかないかと思いますので、ぜひこちらの方もお聞きいただければなというふうに思います。お時間があればコーディネートをたくさんいろいろご紹介したいのと、最後にですね、ちょっと10分ぐらい、質問のコーナーを質問いただければ大変ありがたいなと思うに思っております。で、インスタライブの関係でですね、多分ぴったり6時ぐらいに終わってしまいますので、皆様ぜひよければ1時間お付き合いいただけたら幸いでございます。では早速始めさせていただきます。まずですね、一つだけ先んじてお伝えしておきたいことがあるんですけれども、皆様今日私の格好をご覧いただいたらお分かりかと思いますが、普通のお着物 の,
着方とはまた違う格好をしているかと思います。正当なお着物を着られる方からするとちょっと見たことがないような感じだなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、中にはレースの、ものであったり、レースの付け襟のようなものとか、あとお靴もですね、ウェッジソールだったりとか履かせていただいております。でこちらもですね、別のレースのスカートを上から履いているような状況になるんですが、私ですね、伝統的な着物の着付けも大好きですが、こういった風な新しいご提案もいろいろさせていただいております。またですね、自身の職業が一応着物の図案家といいまして、着物の図案でデザインですねを起こす職人をさせていただいております。この道に入って10年になります。まだまだ未熟者ではございますが、私なりに職人さんのことが大好きで、自分も立派な職人になれるようにと日々精進している次第です。その中でですね、10年間いろいろこう考えてきたんですね。来た中で、また今回私を呼んでくださったご担当者の方とお話しする中で、やはりですね、日常に生きる伝統は革新的であるものだろうというお話をいただきました。やはり、ね、時代は変わっていきますので、日常に生きているものが生かされていくものがいつまでも古いわけではなくて、どんどん新しくなっていくというのが通常のやっぱりこうサイクルだと思います。ですので今実際にね、着物を着てくださっている方には新しい着方のご提案をして、新しい喜びをご提案したいというふうなテーマでありますし、また着物を着てみたことがないという方にはちょっと着てみたいなと思っていただけるようなご提案ができるように今回、コーディネートをさせていただきたく思います。でよかったら楽しんでいていただければというふうに思います。ちょっとね、私の写真で申し訳ありませんが、ね、こういうふうな伝統的な、かなりアンティークのようなもの、こういうものは本当に伝統的な、昭和の、100年ぐらい前のものもありますし、こういうものも伝統だと思いますし、逆に左とはこちらね、奥の方、こちらも、100年ぐらい前のものになりますが、逆に言うとこちらはかなりも現代ものの浴衣になります。こういうふうなですね、対比的ではありますが、どちらも東京の街に場所によっては合ってると思うんですね。浅草とかだと合うし、新宿とかだと合うし、渋谷だとかとも合うと思うので、そういう楽しみ方をね、ぜひしていただければなというふうに思っております。では早速コーディネートの方ですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。皆さんついてこれてますか？大丈夫ですかね。はい、ではですね、まず一つずつですね、まずこちらの方なんですが、こちらね、社のお着物になります。こちらね、最初はやっぱりスタンダードなものにどのように合わせるかというのもご提案したかったので、ちょっと襟なしにはしてありますが、かなりベーシックなモノトーンのものに、ですね、してございます。でこちら、ですね、帯留めかと思いきや、こちら、伝統工芸品、今1階でも販売しております、指輪でございます。指輪をこの帯締めのところにくぐらせていると。でこちらはですね、非売品となっておりまして、大変貴重なものですが、あえてですね、こういうふうに、アンティークのものと現代の作家さんのものをこういうふうに合わせても、シックなコーディネートの中にもこういうものをプラスしてもいいんじゃないかと。で指輪はもちろんこういうふうに指輪として使ってもいただけますし、あえてね、こういう使い方もありなんじゃないでしょうかというご提案になります。で髪飾り、ね、あえてちょっとこうオリエンタルな感じ でコーディネートするとき、古典的なものでもそうでないものでもやっぱりよく言われますよね。この着物の中にある色を入れてあげるとコーディネートしやすいよなんていうふうに言うかと思うんですが、こういったものでもね、ちょっとこのゴールドのお色に合わせて髪飾りを使っていただくとか、そういうのもいいんじゃないかなというふうに思いますし、ちょっと前に失礼しますね。こちらこれすごく素敵じゃないですか。これバングルだと思うんですけれど、
これね、私すごく素敵だし4万ぐらいするんじゃないかと思ってたんですが、4000円でございました。すごく素敵な商品で、多分こういうものもきっと合うだろうなと思いながら、でこちらの、ね、イヤリングなどしてもきっと素敵だと思います。でね、あえてこういった首飾りですねをちょっと合うでしょうかねあのつけてみても素敵だと思います。ちょっと今後でやりますね。例えばですよ、まあ、今この着物の中にゴールドとシルバー入ってますので、やっぱりスタンダードとしては、ね、こういうゴールド、これゴールドとシルバーのダングル、これいただけますよ。こういうのやっぱ合わせても素敵だと思います。質問、今日のファッション素敵ありがとうございます。最近マスクを身につける機会が多くて、おしゃれにつけるにはどうしたらいいですか。なるほどです。それすごく着物あるあるですよね。多分ね、市販の普通のこう白いマスクだとなんかちょっと合わないし、なんかちょっと角が落ちた感じになっちゃうなっていうのはあると思うんです。今ですね、私がつけてるのは母の手作りですけれども、着物の余った共布とかで小さいマスクをですね、マスクとベレーを可愛い、ありがとうございます嬉しいです、そういうコメントください共布で、ね、作ってみるとか、あとですね、最近西陣織のマスクとかも出始めております。ちょっと値が張ったりはしますが、やっぱり長く使えるもの、やっぱコロナもちょっとどうなるか分かりませんが、今後1年続くと思えばですね、1年使えると思えば、そしてスマホも使えると思えばいい投資かもしれませんので、そういったものを探していただく、上品で文字っぽいやつもあるんですよ、すごく真っ白とかそういうのもありますので、そういうご自身の持ってらっしゃる着物の端切れで作るのもいいし、そういう伝統工芸品のマスクもいかがでしょうか。はい、そういう質問どんどんください。はい、でですね、こちら今1階の方でも販売しておりますが、東京銀器さんの帯留め、素敵です。シルバー、こっちが松柄で、こちらが猫ちゃんですね。今度ね、多分ちょっと今指合わせてますけど、こういうの普通にしてもバッチリ合うんでしょうね、というふうには思います。すごく素敵ですね。はい、そして皆さん、この後もどんどん出てきました。この傘ちょっと見てもらっていいですか。見てみて、かわいいと私が思うんですが、いかがですか。こんな感じで裏側から見るとなるんですけれど、すごく可愛くって、こうやってなんかこうオリエンタルな感じの柄の傘なんですが、大きいものもありますし、小さい折りたたみバージョンもありました。こういう傘がですね、すごくたくさんあって、あと後ですごく紹介したいのが山積みなんですが、こちらなんですね。ちょっと一旦傘に、これも江戸小紋の職人さんが1個ずつ染められている傘で、こちらがヨット柄見えますかね、ヨット柄です。今日私水色なんで、なんか青尽くしになってますけれど、こういうのもすごくやっぱりなんていうんですか、羽裏にこだわってるような感じで可愛いなと思っております。裏といえばですね、もし私が今日のコーデに日傘持つならどうですかって、これかなと思いますけどね、かわいい、こういうのもありますし、これすごくちっちゃくってなかなかないサイズだと思うんですけど、女性の方荷物もあるので、これ1万5000円なんですよね。なんかお安いと思いません。でこちらなんか一見シンプルに見えるんですけれど、こちらも開くと中がすごく素敵で、まあ、この傘全然すごく使っても全然壊れないらしくて、もう一生物って買っちゃうかなって思うぐらい、多分お値段もあると思うんですが、それぐらい素敵だなと思って一目惚れしました。こういったものがね、たくさん1階の方にはございますので、皆さんもよかったらね、遊びにちょっと
行ってみようかなという時は行ってみてください。はい、そしてね、一つ忘れてました。私今日ちょっとラブリーな格好だなって皆さん思われるじゃないかなというふうに思うんですが、今日ですね、東京彫刻の方からこちらのジュエリー見えますでしょうか。多分手彫りの柄が入っていらっしゃるんですが、こちらをつけさせていただいてもいいということで、私今からつけたいと思います。皆さんもね、ちょっとね、どういうふうに今あるこの格好にどうしていくのかと、ちょっとだけ小物を変えるだけで雰囲気がガラッと変わります。例えば今ここにつけている耳のパール、ここで結構大きい存在感があったんですけれど、ところで今質問したいことあったらどうのか、今質問入れてくださいね。はい、今度着物生地で作ったマスクを紹介してください。はい、わかりました。実はね、私のインスタにも実は何個か出てるんですけれども、他のね、企業様のものも紹介してもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ DM ください。もちろん無償でご紹介させていただきますので、そういったことも可能でございます。はい、でここがゴールドになったので、ここにゴールドが入っているのでそのままでもいいと思いますし、ちょっとクールにしようと思うのであれば、このバングルバックル、これ多分ね、昔母とかも言ってたんですけど、こういうの昔よくあったと、ホームのようなね、ベルトでバックルのここを黒にしてしまってゴールドと合わせてしまってもいいでしょうし、もし逆にですね、これを取ってしまって、こういうゴールドとシルバーのベルトに変えてしまうと全然印象が多分変わってきます。やってみましょうかね。実はこれ GU で買ったんですけど、これくるっとしたらブラックにもなるっていうね。すごい便利な、990円でしたけどね。はい、どうでもいい情報を挟みましたが、こういうふうに小物を変えます。これだけでも全く印象が、全くというか、少しですけれどもね、全体のトーンを揃えてあげると、でこれも例えば取ると、取らなくてもいいしというのかもしれませんが、またすっきりとした違う印象になってくるかと思います。はい、今日はこの余りですね。じゃあちょっとこちらの方に移ります。はい、今日のコーディネートは夏を忘れる涼しさを感じます。涼しく見せるポイントはありますか。ありがとうございます。一つはですね、色使いですね。夏といえばというか、着物って多分人様に見ていただいたときに、なんていうかな、思いを伝えたり涼しくなっていただいたり、相手のことを思って着るものだと思うんですね。なので私も今日皆様にお会いするとなった時に、涼しげで、見てってうざくないとか爽やかな方にならないかなって思った結果、水色と白になりました。、ちょっとラブリーすぎたかなというふうには思っておりますが、そこはお許しください。はい、でこっちの方でもね、その今の質問引き続きになりますけれども、涼しげに見せるポイント、一つはやっぱり素材感だと思うんですね。これ、実はね、オーガンジーとか洋服の生地で作りましたが、スケスケの、これもシャではありますけど、シャとかローとかね、浴衣とかっていうのはやっぱり着てても涼しいし、見てても涼しいような素材にはなってますが、そういう意味で、水色だとか白だとか色で見せる、あと素材で見せる、あと着方もあると思いますね。女性でこう、色感のある大人の方とも結構グッと抜いてみるとか、そういった着方でも涼しく見せるコーディネートっていうのはあると思います。逆に若い子はこういったふうに首を詰めた
ようなものでも色合いを白にしてみるとか、私もそうだと思うんですけど、私は深くないんですよ、もう結構言ってますけど、こういうところに白を入れてあげる。だけどここはないですよね。ここで実用的な涼しさは兼ね備えているけれども、この辺りで涼しさをとか全体の雰囲気を出しさせていただいているっていう感じになります。お答えになってますかね。なんか質問あったらくるですね。でですね、あとアクセサリーも結構重要で、シルバー系だとやっぱり夏は涼しく見えます。あのお似合いになる色、ゴールドだったりシルバーだったりそれぞれありますので、一概には言えませんが、やっぱり涼しく見える色っていうのがあると思うんですね。でアイメイクとかも自分の好きなのをしたらいいと思います。あ、私は今日は皆さんに涼しく、まあきっと汗だくになりながらやるんだろうなと思ったので、ちょっと青系にしてみたりしておりますやっぱり直接言って聞きたかった、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。私もお会いしたかったです。多分ね会ったらね、あのこうハグしてしまうと思うのでソーシャルディスタンスが保たれないので、今回は良かったと思いましょう、ね、これでコロナとかなったらもう本当にもう皆さんに申し訳が立たへんのでね、あ、今日ねこっちのコーディネートもぜひ見ててくださいねあのこれはですね、よくね、どうなってるのっていうコメントいただくんですけど、これ切ってるわけじゃないんですよ、着物。どうなってるのか、もし、今何時ですか？ちょっと質問ですが。27です。はい、27分か。なかなかでございますね。実はですね、まあ、簡単に説明しますと、ちょっと引きに行きますね。ここが一番裾を中にこう入れ込んで、この中の方で一回工事紐で結んでおります。本当であれば実演でねお見せしたいところなんですが、あの私商品紹介したいのたくさんありますし、高橋工房さんにお話聞きたいので、またそれは別の機会に申しますが、でこちらはですね、チュールのスカートを洋服のものですね、を中に入っております。これとこれぐらいだったらそんなに洋服着る夏服着るのと変わらないので、あ、暑くないですって言ったら嘘かもしれませんけど、そんなに暑さを感じないと思います。ですので私はね、結構これも着物とこれ、まあ、腰回りはさすがに帯びしますので暑さあるとは思うんですけれど、あんまりねそうは言っても暑くないです。でこちらね紹介しておきたい、こちらにこのこれなんですけれど、こちらも職人さんの尻尾の、あのね普段はショールの止めるリングなんだと思うんですよ。なんですけどあえてここにさせていただきました。これはへこみをここで通して真ん中にしてありますが、これ多分例えば帯揚げとかにしてしまっても可愛いと思います。なのでショール洋服用に使えるし着物でも使えるっていう使い方もいいなと思いました。でですね、こちらも高級そうなお魚さん、こちら非売品でございまして、あのすごくお互い素晴らしいものですが、こちらの方もですね、あの1階の会場を入っていただくと非売品って書いて展示してありますので、これすごく素晴らしいものですので、こちらもですよ、こちらのコウモリもですこれもねなかなかお目にかかれないものらしいので、こちらをねぜひ皆さんよかったら見ていただきたいですね。はい、ここでですねちょっと挟みますよ。ちょっとね多分お着替えさせる時間が、本当はお着替えとかもチェンジしたかったんですけどね、ないんですけど、あの見えますでしょうか、こういうね妖怪さんの帯締め、後ろが見たい、なるほど、私のあこっちか、こっちね、後ろね、雑にしてある雑にお着替えをさせるつもりだったので、あ今度、私の方で出しますね、これの後ろ、作って出します。はい、こういうですね、尻尾妖怪っていうシリーズの、妖怪のシリーズの帯留めもありますね、かわいい。で、こちらの尻尾のお揃いのピアスとかイヤリングなどもあるようでして、こちらもねお揃いでつけても可愛いなぁと、なんかねこの作家さんは非常に腕が、あ、これ8000
か、このなんていうんですか、透明感を保ったまま色を入れるっていう技術がもうできる方がなかなかいらっしゃらないらしいです。とってもね貴重なものだと思うんですが、結構ね意外と手が届くお値段で出してくださってるんですよ。多分皆さん職人さんが直接出してるからだと思います。なので私多分今後ここの施設などよく行く来るんだろうなと思いながらですね、でちょっとですね着替えができないのでせっかくなのでご紹介しておきたいんですが、ドンミョさんっていう素晴らしい、作家さんいらっしゃいますが、じゃあね何もあれじゃ夏終わって秋になりますよってなった時に私だったらですね中に黒いシャツなどを着てネクタイを合わせたりもすると思います。これをネクタイとして締めてしまうっていうのもありだと思いますし、失礼かもしれませんがこれをね帯揚げなどにしてしまっても可愛いと思います。帯揚げにしてここでリボンなど作ってしまっても可愛いでしょうし、逆にも一本ね一文字でも可愛いなというふうに思います。そしてですねこれ全部証券で作られているのでこれね見えます、でギュ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 って言ってるんですよ。これ証券の絹ずれというものだと思われるのですが、すっごくやっぱり締め心地もいいし着心地も最高なんですね。なのでやっぱりこういうのが本物の職人さん違うなというところだと思います。でこれ高そうじゃないですか、だけど1万2000円で手に入るという、でこれでもまた可愛い秋のお色になるなというふうにも思います。どんどん参ります。質問あればどんどんくださいね。よいしょ。でこちらもねご紹介しておきたいと思います。はい、こちらのつまみかんばし、これ金魚の金魚すくいのポイポイですよね、あれねポイですよね、この髪型すごい可愛いなと思って持ってきました。3500円、お安い。こちらは、あ、こちらは多分なんていうんですか、木に布をこう挟み込んで作る伝統工芸品だと思うんですが、これのバレッタ、こういうのを、ね、髪飾りにしてもいいし、このあたりにねつけていただいても可愛いような気がいたします。あとねこれかんざしなんですけど、これよく見ると。これねちょっとところどころないじゃないですか、なんでと思わはると思うんですけど、1個ずつピアスとして取れるんですよ。すごくないですか。裏見せますね。こういう風になっておりまして、1個ずつこの上の花が取れるという素晴らしいアイディアだから、この1本の髪飾り、大きな髪飾りとしても使うし、こうやってピアスとしても使える。私だったらこれね、帯留めとかいう風にしてもいいかもしれないですね。でもすごいなって思ったのでご紹介させていただきました。はい、何か質問何でしょうか。私のピアス気になります。気になりますよね。これです。これですよね。ジュエリー佐生さんのね、はい、よくお見せします。こちら。これね、なんかね、お花、これ多分今コスモスだと思うのですが、聞く？コスモス？コスモス。コスモスですね。これ多分私が10月生まれだからコスモスを選んでくださったかと思っております。すごく素敵ですよね。これシルバーもありましたっけ？シルバーもありますし、お花もいろんな彫刻がされています。でですね、こちら、こういう、これはハスの、ピアス、同じメーカーさんのものになりますし、これのオクラさんバージョンみたいな、オクラって野菜のオクラねとかもあります。ちなみにこの台も別の職人さんが作ってあります。すごい上品で素敵。もう台の方3600円、こちらは1万8000円ぐらいだと思います。あとはね、これつけさせてくださいね。マリアさんの着物はどこで買えるのですか。今着ているやつかな。私ね、私物のものは結構自分で作ったり
一点物だったりするのですが、近い将来できればね、皆さんのために商品を仕入れてきたり、自分で作ったものをネットショップ立ち上げれればなというふうに思っておりますので、よかったらね SNS チェックいただいておくと、皆さんショップできたよっていう日ができると思いますので、よければね近々そういう発表ができれば嬉しいなというふうに思っております。もう一つ、これすっごく貴重なものなのでご紹介させていただきます。こちらも非売品ですが、なんかすごいすごい紋が入っております。多分すごくいいお姫様がつけてたんじゃないかと思いますが、こちらもね非売品の素敵な蝶のかんざしになります。これってオーダーメイドで作っていただけるそうですか。成人式を、なるほど、これ成人式につけてたらこれは素晴らしいと思います。こちらとね、あとさっきのコウモリさんとか、こちらのこのものですね、非売品のものであってもオーダーで作っていただけるものもあるそうなので、気になったら、店員さんというかにお声掛けいただいて、これ非売品って書いてあるけど買えないんですかとか聞いていただけたらと思います。皆さんお優しいので、はい。今回ね、本当は、お土産でお渡しする予定でした、ポチ袋にもございましたけれども、こちらね、高橋工房の、代表をやらせていただいておりますが、がですね、半切れ刷ってくださった、商品、本当は、ね、12ヶ月分ございますが、ちょっと6枚に絞らせていただきまして、今回お話を聞かせていただければなと思っております。高橋さん。こんにちは、高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。だから、ね、今日のお召し物もとても素敵ですね。マリアさんの東京コーデということなんで、はい、東京意識しましてですね、はい、お台場の花火がこれ、そうですよね、そうなんです。私もきっとそうなんじゃないかと。そうなってます。そう、よかったらお城を見せていただけたら、ね、はい、あ、綺麗ですね。皆さん見えてますか。見えてますか。コメントください。ありがとうございます。ね、こっちはほら線香花火。そうなんです。先生、今日はね、偶然にもマリアさんの帽子と私のお店弁の色が。ほんまや。偶然にも。見せ色でございます。嬉しいです。はい。光栄でございます。私もね、本当にハンガーも大好きなので、お話を聞かせていただけるのは大変嬉しく思っております。ね、今回選ばせていただいたのが4月の。もの、そして6、7、8月の夏のもの、そして秋、そして冬、10月、11月のものを選ばせていただきました。中原純一先生のこと私大好きです。家に絵とかポスターとかめちゃくちゃあります、はい、やはりセンスもそうですし、色使いもそうですし、まあ、イラストレーターとしてもそうですが、デザイナーとしても非常に有名な方でいらっしゃいまして、もうね、手に召されていらっしゃいますが、まだお店は披露の方などにもございますね。はい、私も行ってみたいなと思いながら、ちょっとですね、半端って、着物も同じようなものなものもあるんですが、型染めで、型染めとは違うんですけど、違うんですか。はい、どういうふうに、まずですね、はい、皆さん女性ですと塗り絵ってやりますでしょ、はい、輪郭線がまず、輪郭線を板に彫ります、はい、そしてそれをまずあとはですね、その輪郭線の中に色ごとに版を作るんです。ああ、そういうことですね。そこで埋めていくっていうんでしょうか。なるほど、はい、例えばこのぐらいだと何版ぐらい。大体それで25、6色です。なるほど、ということは25、6、7回吸ってるってことですね。そうですね、はい、すごいですね、それぐらい一つずつ浮かべピタッと合わせて色をのせてらっしゃるということですよね、素晴らしい。でもね、なんか半端っていうか、このちょっとしたズレとかの味だったり、確かにね、それも味の一つだと思うんですよ。でも私どもはそれがね、仕事ですから、こうズレてはいけないんですね。でも皆さんが小学校とかそういったことやってズレますでしょ、はい、それはね、アートとして面白さがあると思うんです。なるほど。で、私どもは商業版画ですから、そういうわけにいきませんけども、それはそれの楽しさがあると思います。なるほどですね。ですから今日のマリアさんのお話そのもので、私ども伝統というとそこダメなのよっていうところに来ますでしょ。でもそう違うものを上手に今
いろいろお使いくださってる、はい、それをもう拝見しててもびっくりしたり発信したりで、まさにそれなんだなと思っております。ありがとうございます。なんかこうそういうね若輩者のちょっと遊び心のようなものをそういう大先輩の皆様が面白いことしてるわねっていうふうに言ってくださるのがこちらとしてもありがとうございますと勇気をいただけるんですよね。とってもそういう温かい交流っていうのが生まれたりしております。やっぱりじゃあ買い物にとってはね、そういう大先輩たちのパーフェクトな着姿っていうのがを目標にしながら、少しずつ練習していくっていうような感じにも、ね、なっております。私がねこちらのデザイン素敵だなと思ったのは、多分きっとこれ上の着物をちょっと脱いで中の襦袢の柄を見せているという構図になって三味線を吹いているという、4月のね桜の花びらがちょっと散っていてという都踊りなんだろうか何なんだろうかというような情緒あふれる一枚になっていると思います。はい、素晴らしいですね。こちら6月7月8月末のものになりますが、やっぱり涼しげな色でまとまっているなという印象がございます。でもちろんやっぱ娘さんだから、ね、髪型もで、やっぱりこの絵で印象的だなと思った糸巻きの柄ですかね。そうですね、はい、あとはこちらにホタルでしょうかね。あとはそこにまあ、ミスルと、そうですね、はい、透けて見えるというところですね。こちらですね、はい、このやっぱりこのミスの下から色がこれってどうされるんですか。やっぱりこちらの色を先に乗せてから当然するんですけども、はい、あ、なるほど。こういうちょっとホタルがふわっとしているような光の部分っていうのはどのように、それはね胡粉という絵の具で白さを出して、はい、筆で、いや筆は一切使ってはいけないんですの、はい、全部どんなに細かくても線が細くても彫って吸ってという、はい、重ねてまいります。ちょっと皆さんでツアーに行きましょうか。本当に素晴らしいですね、はい、ではですね、次7月ですね、七夕、多分恋してる乙女なんでしょうね、きっとそのような節目がちな乙女が描かれております。七夕に、願い事を書いている、ね、短冊に書いている、短冊に、ね、書いているという状況ですね。これ、島柄で、こちらが浅野葉柄になりますが、やはり粋な柄ですし、色合わせもとても素晴らしいと思います。そしてやっぱりこの時代なのかなと思うんですけど、半襟のね出し方が特徴的ですね。広いですよね。広い、なんかでもこれもなんかすごい素敵だなと思いながら、またこういう時代来ないかなと思いながら、はい、見たりしております。私ねこれが個人的にこれこの柄復刻してくれないかなと思っている浴衣の柄ですけれども、8月影という風になっておりますが、ここが影の部分なんですね。影ですね、はい、素敵、かわいい、ドットと、まあ、ドットとかの水とドットですよね、そうですね、波の模様ですね、セガイハですね、セガイハでございますね、はい、ここ歌舞伎役者さんですかね。そうですね、はい、素敵ですね。何かするポイントなので、まあ、ほとんど目にあるように、グラデーション、うん、これはまあ綺麗にうちわの中にも入ってますし、あ、そうか、グラデーションか、はい、そうですよね、ここか、確かにこれは技術がいることだと思います。うちわで思い出しました、うちわのうちわも光と影が面白いと先生がおっしゃっていて、多分これこういうふうな状況になっていて、また裏もグラデーションで綺麗に作ってあります、うちわの裏も、うん、まあ、やすごい素晴らしいですね。これもね、多分光と影で面白く演出されるものだと思います。はい、で多分ですねこちらの1枚が一番人気なんじゃないかという噂のおっしゃるとおりです、はい、そうなんです10月の、はいはい、もみじの柄でございますね。浮世絵の娘で、素敵ですね、私もこれ大好きです。これは可愛いです。もみじの柄に、多分この帯で、そうですね、可愛い浮世絵屋さんの品なんですね、はい、11月、こちらを選ばせていただいたのはですね、鏡に映るお顔というのが非常に珍しいなというふうに思いまして、選ばせていただきました。非常に
これもあのどちらともあれですね、絞りというか、そうですね、ヒッターからのものですね、当時多かったのかなという印象がございます。これね、原画もご購入いただけ、もちろんこちらでのあのどうぞということで、はい、ということでですね、ご購入もいただけますし、内袋も買えますので、よかったら皆さん遊びに行ってみてください。はい、中原さん素敵、中原さん確かに版画のモデルはマリアさんですか、違いですこんなに美しくございません。はい、本当に大好きなんです私も、昨夜花火が見れなかったので帯で花火が見えて嬉しいです、帯素敵ですということで、といっぱい来ております、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。本当に、ね、今日のためにわざわざ足を運びくださって本当に優しくて素敵な先生です。はい、お洋服はアンティークですか、あ、これ、あ、こちらはですね、あのですね、アンティークじゃございません。これ、あ、これは楽天で買いましたよ。でこれは、大阪の、名前がすみません出てきません。買いました。今度情報出しておきます。でね、これね、ここだけになってるんですよ。ここだけになってて、別にここ袖とかないんですごく着やすいです。でコーディネートする小物は全部素敵です。どこで買えますか。ここの1階で買えますここのね、1階でなるべく買えるものでコーディネートさせていただいております。着物とかね、帯とかは、私のものを使わせていただいておりますが、他のものは1階で買えますので、皆さんよければぜひ、8月6日までやられておりますのでね、ご来場いただければというふうに思います。あとね、残りの時間が少なくなってまいりましたので、引き続き質問を受けながら、合間にちょっとずつ紹介してまいりたいと思います。こちらね、江戸といえば江戸切子でございますね。こちら今年の新作ということで、すごい素敵、めっちゃ欲しい、江戸高いんやろなあの一松の柄の中にこれ、あの雲のですね、柄だと思われますが入っている。これでビールとか飲んだら美味しそうですね。これいろんな柄がセットでありました、1階の方にございます。でね、公社のサイトでも非常に人気だった馬さんのブラシ、ね、これなんかお着物の汚れをささっと落とすときにもいいよなんていうことを聞きました。豚さんもございますいろんな種類があるのでね、よかったらね、見てみてください。でこちらはね、金色器というのでしょうか、こちらね、梅ですかね。これ多分水を入れるとこう水の部分が丸く見えてすごく素敵なものです。私ね、あと最近最近ね、刀鍛冶さんが大好きで、あのこれ刀鍛冶さんが作るはったんかなみたいなこと書いてあったので、持ってこさせていただいたんですけれど、ハサミ多分めちゃくちゃ綺麗、すごいなんか分かる、切れるのがすごいな、はい、こちらこのようなおハサミとかね、実用的なものもあまり触っちゃいかんのか販売されております、ね、なかなかそういう刀鍛冶の職人さんも今、後継者が少なくなってきているというふうに聞いております、皆さんもね、よかったら、このようなのかを購入されたり、またご興味があればね、弟子入りなんていうのもね、私は弟子入りしてきましたけれども、なかなかこれからの時代逆にいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますけどね。でね、こちら先ほど一番最初にご紹介されておりましたが、これ上炉と思いきや長炉長炉という名前のあのものらしいんですが、先生これ作ってらっしゃる、ね、先生がそこにいらっしゃるんですよ、出てきてくれないんですけどこれね、1億円の商品とかにこうお水を注ぐ用のものですごく今売れてるらしいです。で盆栽、そうだ、盆栽にお水、多分すっごくちょうどいい感じの水が出るんだと思います。で皇室にも献上されていたり、各国のね、お
様とかお偉い方が使ってらっしゃって、盆栽の愛好家の方の中でも非常に人気のお商品ということで、バリエーションもすごく、ね、今回はやっぱり着物に特化したものが多かったですけれども、着物に特化せず食器であるとか、まあ、こういう日用品ですね、あと文具品で、あとまあこういう飾るようなもの、さまざまなものが、1階の方では展示されております。私もね、できれば後でこうささっと動画をパーッと撮ってインスタのストーリーに上げておきますので、雰囲気見ていただきたいというふうに思いますが、皆様の方でもね、ぜひよければ、夏の間に、一度ご来場いただけたら幸いでございます。なかなかね、もう時間がなくなってきたと思いますが、最後ね、質問があればお聞きしてお答えさせていただきたいと思いますが、間に合いますでしょうか。皆様何かありますか。間に合わへんかな時間が間に合わないということで、それであればちょっとですね、本当だったら私がやってみたかったコーディネートというか、ですね、着物の下の部分に、最近ちょっとねハマってるのがこういうレースの、これお洋服用ですよ、をこういうふうに、合わせて結びますよね。でですね、例えばここを下を、これにも洋服用の幅広いベルトです。こういうものをちょっと今ざっとですけどね、この下にしてあげるというようなコーディネートなんかもできますし、最近も簡単に着物を着たい、ね、着物難か、着てみたいけど難しくて着れないっていう方などは、こういうロングスカート、チュールのロングスカートを、まあ、今私が着るのも同じようなことですよね。こういったものの上にさっと着ると、帯しないせずにここに大きめのベルトを上につけるだけというのでも、簡単に着ることができるので、まだね、着たことがないんです、10代20代の、ものなんですがという方でね、どうやって一番最初に簡単に着たらいいですかというようなことを聞かれたりするんですけれども、そういう着方もあります。私がね、今写真に出しているのは、すいません、突然こういうね、巻きスカートですね、さっきもこうでしたよね。この巻きスカートをこのおはしょりの下、ペロンと下に巻きつけて、ここの上の部分は帯をせずにベルトで留めております。こういうベルトね、こういうコンベルトで留めてます。はい、今日の森屋さんの帯はどうなっているんですか。はい、私の今日のベルトですね、ベルトちゃんは帯ね、これですね、今本でも出ておりますが、大阪にいらっしゃるあやあやさんっていう、着付け師さんがいらっしゃいます。その方がですね、妊婦さんの時に結ばない帯結びというのを開発されまして、後ろ見てるのと結んでないんですよ。ただね、ぐる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 って巻いて端っこをちょっとパタパタパタっとしてるだけですなので帯結びではないんですが、結ばない帯結びというのが今新しい時代として設計しております。書籍でも、ね、出てたりしてますので、 Amazon など検索いただいたり、あやあやさんという、大阪の着付け師さん、ね、赤ちゃんの、ね、妊娠なかった時にやっぱりこう帯結びが、ね、できないという中で生まれた、すごいね、素晴らしい、すごく優しくて綺麗な方ですよ。あやあやさんもインスタやってたと思うので、よかったらチェックしてみてください。あと5分ぐらいになりましたのでね、あとね、私はよく、浴衣にサスペンダーを合わせたり、わかります、サスペンダーです、同系色なんで分かりにくいって、こうベルトです、合わせたりですとか、なんかね、猫ちゃんの形の結びに半幅帯でね、できるんですよ。なんかね、どなたが考案したのか分かったら言うんですけど、
靴下について教えてほしい。はい、こちらですね、レースの靴下。これね、確か私ね、メルカリであのどうしてもこのコーディネートしたいと思った時にレースの靴下あるといいなと思ったんですよ。で、これとこれとなんかセットで、あの成人式の時に使ったんですって子が出してくれてたんですよ。なのでそれで買いましたし、あの多分楽天とかそういうところでも売ってると思いますし、あのね、あの受注アンナとか今時の靴下屋さんとかでもこういう系売っております。あ、そういえば、どこだっけ、靴下屋さんだっけ、どっかで3足1000円でレースの旅が今売っていて、それが今すごく流行っておりますよ。はい、ということでね、あと4分ぐらいなのかな、はい、2分ぐらいなるほどでございます、ね。ちょっと今時期違いますが、中の方にパーカーを合わせてみたり、もうごめんなさいね、あの着付けとかはぐちゃぐちゃっていうふうに思われると思いますが、私はもうそれでも普段着はいいんじゃないかなというふうに、あえてね提案をしておるわけでございます。これはですね、特にレースの、シャツに、袴を合わせております。こういった着方もまたいいんじゃないかなというふうに思います。チャンネルね、多分残り1分近いと思いますのでね、皆さんにご挨拶を差し上げたいと思います。ちょっとね、バタバタしてしまいまして、本当にやりたかったことのこれぐらいもできただろうという感じでございますが、よければね、またコロナが落ち着いて皆様にお会いできる日が来ることを本当に楽しみにしております。もしね、楽しかったよという方いらっしゃいましたら、また皆さん呼んでくださいってぜひコメントいただければなというふうに思います。では皆様、本日はご観覧いただきまして誠にありがとうございました。よければね、感想の方など、またインスタ、DM、メール等々でお待ちしております。それでは皆様、本日はどうもありがとうございました。